ブラジルの超名門サントス、初の2部合格で街がとんでもないことになってしまう。日本では考えられない。 SNS の炎上だけで収まる日本ってまだ平和な方なんだな。サッカーに対する姿勢が規格外すぎてマジビビる。センスとか絶対家から出れないし、家も危ないわな。ブラジル人選手たちが口々に平穏な日常を感謝してる理由がよくわかりますね。そりゃカリーレも長崎でやりたいよな。金酔い負けてもサポは支持する治安は良い。サントスに比べたら天国じゃん。カリーレこんなチームから来たのかわら、長崎のブーイングは何に見えてるんだろう。浦和が降格したら困難になるのかな。毎日サッカーに関する動画を投稿しています。よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。